車の絵本25よりリュークとファルコン。スカーロイとレニアスの100歳の誕生日にリュークが来ると聞いていましたが、公爵のリュークが来てしまいました。ピーター様はがっかりして、本物のリュークは来なかったなと何度も言いました。何言ってるんだ、彼は本物のリュークだったろ、ダンカンは言いました。僕たちの知っているリュークじゃないさ、ピーターサムは言い張りました。僕たちのリュークは公爵じゃなくて機関車だよ、サーハンデルも言いました。機関車のリュークはスクラップにされたんだ、ダックに聞いてみなよ、とダンカンが言うと、ダックがすべて知ってるわけじゃない、リュークのことを教えてくれ、スカーロイが静かに言いました。ピーター・サムとサーハンデルはリュークの話を始めました。まだサーハンデルが新入りだった頃、彼はファルコンと呼ばれていました。ある日、支配人がファルコンに会いに来て、彼の働きぶりを褒めてくれました。さあファルコン、今度は山道の走り方を覚えてもらわねばなら、よろしくお願いします、ファルコンはワクワクして言いました。明日リュークと一緒に行きなさい、彼が何でも教えてくれるだろう。ファルコンはうんざりしました。リュークのことをやかましい時代遅れの機関車だと思っていたからです。リュークの列車は観光客を乗せて走ります。彼はこれをピクニック号と呼んでいました。リュークが着いた時、ファルコンはもう用意ができていました。リュークはファルコンの前に来て言いました。山道は難しいから君は客車をつないでくれ、私が前を行こう。嫌です、僕が先頭になりますよ、あなたが前にいたら山道を覚えられないじゃないですか、ファルコンが言うと、好きにしなさい、でも景色よりも線路をよく見て走るんだぞ、リュークは一言言いました。しっかり線路を見るんだ、景色じゃないぞ、出発前にもう一度念を押すと、ファルコンは、うるさいな、もう分かってますってば、そう言って動き出しました。一つ目のトンネルを抜け、川を渡り、またトンネルに入り登っていきます。2台のスピードはだんだん遅くなっていきました。もたもたしないで、とファルコンがせかすと、そんなに焦ることはない、とデュークが淡々と言います。トンネルはカーブしていて真っ暗です。ファルコンは苦しくなり、早く外に出たくなりました。やがて出口から光が差し込み、薄暗がりの中に線路が見えてきました。線路をよく見るんだよ、リュークが注意すると、うるさいな、分かってますよ、ファルコンはふんと笑って言いました。トンネルの出口がだんだん大きく見えてきて、二人は日の光の中に飛び出しました。線路は急に右に曲がっていました。しかも線路は崖の縁に敷かれ、下の方には今まで進んできた谷が見えました。線路も家も小さく見えて、まるでおもちゃのようです。次に何が起こったか誰にも分かりません。リュークは線路の上に何かがあって、
ファルコンはそれに気づかなかったのだろうと言いました。ファルコンは目がくらんでしまってよく見えなかったと言っています。とにかく客車がトンネルを出かかった時、ファルコンはぐらっとよろめきました。前輪は脱線し、枕木と線路の砂利にめり込みました。ようやく止まった時には、車輪が一つだけ崖の縁に引っかかっていました。リュークがファルコンを支えていたのです。ファルコンの動かなくなった車輪とピンと張った連結器をしっかり掴んでいます。バカ者、動くな。ガタガタ震えたら掴んでいられんだろう。ファルコンは震えを止めようとしました。すぐに機関士と助手がリュークの車輪を固定し、2台の機関車の連結を補強しました。ありがとうございます。これで持ちこたえられます、リュークは言いました。リュークが後ろから支える傍ら、2人の乗務員が保線員と一緒にファルコンの前につっかい棒をしました。そろそろ一休みしようとした時、リュークがシューッと音を立ててみんなをびっくりさせました。リュークの助手は運転室に駆けつけると、水だ、水がない、早くしないとと叫びました。保線員の家はその近くにありました。彼は奥さんに事情を説明し、乗客たちは奥さんから水差しやバケツ、やかん、片手鍋など水の入るものを何でも借りてきました。井戸から機関車まで乗客たちは一列に並んで水の入った容器を手渡ししていきました。その間、助手は火を弱めてメーターを心配そうに見ていました。リュークにはたくさんの水が必要だったので、水のリレーはとても大変です。でも助手が明るく笑い、大きな声でいいぞー、その調子と言うと、みんなまたやる気が湧いて水を運びました。救援隊が来るとまた歓声が上がりました。他の乗客たちにも手伝ってもらい、ファルコンを線路に戻しました。頂上の駅には支配人がいました。事故のことを乗客に詫びるとともに、手伝っていただきありがとうございますとお礼を言いました。とんでもない、乗客たちは言いました。復旧作業は見事で楽しかったですよ。そしてデュークと乗務員に、大事故を防いでくれてありがとうと言いました。デュークはヒーローです。ブルドッグのように踏ん張って決してファルコンを離さなかったんですから。ファルコンも言いました。ありがとうございました。あんなに生意気だった僕をなぜ助けてくれたんですか。するとデュークは、君はペンキを塗ってもらったばかりだろう。もし山を転げ落ちて台無しにしたら大変じゃないか。それでは公爵に申し訳ないからね。こう答えたのでした。